おはようございます。プレイステーション2版絶対絶命都市2に出ついた記憶たちパート4。前回はナビニーの終わり走ってここまで来た。疲れたよ。でサーカスのあもう少し頑張ろう。あと少しだ、頑張ろう。サーカスでね、みんなの笑顔を頑張ってた団長のサーカステント残念ながら水に沈むということもありましたけど、おおむね順調で富坂駅だっけ、ここね、おそらくここやろ、ここあるかな、ここにはないか、走れ。駅に着いたんで、とりあえずはこれ入れる？違うな、ここら辺とか絶対なんかあんねんな、おそらくはないないね、絶対じゃなかったね。この視点はなかなかルートがあるな。え、どっちや。あう。は？は？何今の。ちょっときつそうやな。人ここ入れそうやな、入れない、あそういう感じ、ああしゃがんどかなあかんかった今の怪我し、なかなか、まあいっか、大丈夫、あれはるかがいない、あ、優しい、なんか置いてある、あ、救急セット、優しいな、今までダメージを受けててもちゃんと回復できるように救急セットを、あとは使い捨て回路、これも優しい、ありがたい、大丈夫かな、ヘリコプター来てるな。お？このヘリは？あれ？お父さん？はるか！これメディアス、あ？よかったよかった。これメディアタワー？お父さん、お母さんが。お母さん。会ってきてくれたのか。ありがとう、はるか。お前には辛い思いをさせてしまう。はるか、帰ろう。ほう。はい、はい、はい。2010年、富坂水害。機関車の手配、指揮を、野菜もいる。あれは東インターチェンジで彼女を濁流から助けた時だ。僕を心配してくれていた彼女をそのままにしておけなかった。その後僕らは名前で呼び合うようになった。藤宮さんは義理の母親と再会するのをとても迷っていた。僕は義母に謝るべきだと。サーカステントに着いた時、僕は彼女にやっぱり謝った方がいいよ、そう言った、
藤宮さんの義母片桐よしえさんの容態はかなり悪いようだ。藤宮さんはよしえさんに泣きながら謝って、よしえさんはそんな藤宮さんを気遣い、そして安らかに息を引き取った。富坂駅前の広場で父親と再会した時、藤宮さんはお母さんが、お母さんがとずっと泣いていた。はい、はあ、はあはあはあ、続きまして、キャラクターが今度変わるみたいやね。5人の主人公が紡ぐ物語っていうのがあるんで、佐伯裕子さん、殺人事件容疑者、大学2年生ということで、この方、名前変更せずにいきましょう。まあ、大体一つのキャラクターあたりに 4,5 時間ぐらいかな、あるんかな。佐賀1日目、14時17分、芹沢署。よかったな、捕まって。これで被害者はやられ損だよ。刑期を終えたらお前はまた自由になるんだからな。これはあの刑事さん、守られていなけりゃ俺がこの手で。うん、かわいい。どうしてこんなことに、どうしてこんなことに。お兄ちゃんの部屋は402号室ね。うん、40。これか、ちょっと奥行ってみようか。ああ違うか。うん、開いてる。お兄ちゃん、お兄ちゃんいるんでしょ。フルボイスかな、大まか。その前に何かないかチェック。うん、呼び方しっぱなし。うん、止める。うん、うん、あ、やつの女。お前は成瀬さやか。違います、佐伯の妹です。そうか、やつはこうなる運命だった。すまない。あ、ああ、おお、ここで殺人っていうことか。ちゃん、どうしたの。お兄ちゃん、お兄ちゃん、
お姉ちゃん、お姉ちゃん。オルゴール。オルゴールね。はいはい。音を頼りにオルゴールを探しに行くと。まあ、それより荷物を、なんか落とし物が落として落ちてるものがないか。なんか今飛んできたな。兄の写真。はいはい、こう、これで進んでいく感じだね。オルゴールの音を頼りに。あ、オルゴール落ちる。お、これでしょ？お弁当箱？オルゴールやね。あー、お腹減ったな。お弁当箱で、あ、今日ご飯何しようかな。たまにはファミレスとかもいいか。アイテム取得、メッセージカード。あれ？中に入ってたっちゅうことかな。メリークリスマス、ゆうこ。お前の欲しがっていたオルゴールだ。はいはいはい。壊れやすいものだから、ね、落としたりしないように。はいはい、これフリーやね。お前は昔からそそっかしいやつだからな。はい、大切にしてくれよ。それじゃ体に気をつけて。サトシよ。サトシ兄さん、ミラサー署の者です。通報がありましたが大丈夫ですか？警察です。佐伯さん、開けてください。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。これは開けると逮捕されるから、しまった。開けるとその前に何かできることがないかだけ。あ、ちょっと操作性がなかなか。オルゴールコンパス。鉢植えが並んでいる。あ、これはでも逃げ道はないみたいやね。警察です。はいはい、佐伯さん、開けてください。うん、オッケー。開けるしかないよね。なんか落ちてない。あ、なんかありそう。なんて、うん、子供の頃からあった冷蔵庫。開けまーす。ちょっと待ってください。うん、何かありましたか？人が殺されていると通報を受けたんですが。はあ。私の兄が殺されたんです。ほう。本当ですか？本当？嘘？そんなことある？え？ちょっと怪しいな、今の対応は。あいつ、怪しいぞ。え？お願い！もう一度ちゃんと調べ。そういう話だったよね。お？ほう。ん？トイレ。ん？壊れそうなタオル掛け。ん？ふん。鍵をかけられてしまってる。どうしたらいいの？ん？ん？これ怪しいな。あ、これ、あ。おーい！うるさいぞ！おとなしくしてろ！はーい。おーい！静かにし。ん？おお。おお、外れてる。タオルかけ。
どうやって使うのか分からないけど、使用はできない。装備ってわけでもないな。誰かいないか。違う。助けてくれ。どこや。そんなに行く。違うな。あ、なんかあったぞ。助けてくれ。じゃあ助けてあげようか。使い捨てカイル、もう使い捨てカイルの大切さを、こっち誰かいないか。いるんやけども、んこっちか。助けてくれ。あ、頼む。あ、これはどうしたい。これは助けてあげられそうな感じも。あ、温まる。オッケー。何するんだ。あ、ごめんごめんごめん。お願いだ。こいつをどかしてくれ。わかりました。今すぐ助けます。助けたけど、これあかんのちゃう？いい？バッドエンド？大丈夫かな？助け。このままここに取り残されていたのかな。鍵。鍵束。地上に出られ。はあ。なんかあるな。うん？うん？違う。これでいけるやろ。必要ない。はい、なら捨てます。大丈夫か兄さん。鍵束を見つけてか。よし、これで。そうだ、部屋の奥のロッカーに君の所持品が入っている。取ってきてもいいぞ。ありがとう。部屋の、これ部屋の奥ね。奥使う。ショルダーバッグ、レースアップ、え、あ、錆びついてる。ありがとう。じゃあ行こうか。鍵束を見、はい、そう、部屋の奥のロッカーに。はいはい。え、まだなんかある？もう行くけど。行くで。あ、大丈夫か。急いでこっから出よう。これを使うわけやな。何をやってるんだ。ん、貴様は犯罪者を逃がすつもりか。いや、
しかし彼女はもしこの凶悪犯が逃げ出したら貴様どうするつもりだ。申し訳ありません。大体だな、なぜ凶悪犯の命を助けなければならんのだ。この人ちょっと怪しいよな。マジ？よーし、地下は全員避難完了したぞ。これちょっとやばいな。あいつなんか臭いぞ。はいけなさそう。なんか落ちてないかな。ないな。なんかと。ジャケット割った方がまあ、ないよりはいいや。捜査報告書。富坂市事件。カップスープ。脚立？ちょっと待った。はいはい。カツ丼、カツ丼か。カツ丼食いたいな。カツ丼か、今日カツ丼ありやな。やばい、動きが怖い。あかん、急げ。お、間に合った。すげえな。なんだってこんなことになってるんだ。うん、金城川が決壊したからってこの地区に避難勧告が出るものなのか。知らないよ。あ、警察は辛いな。住民はもう避難してるのにな。そうよね、実際こういう災害が来たら最後まで残っとかなあかんっていうか、まあ、残るのは警察官にもならないし、救急自衛自衛隊もそうなんかな。ああ、韮沢駅の北口から避難バスが出てるって話だぞ。ああ、そういう感じ。ああ、お前は。ああ、そういう感じ。もう逃げられんぞ。はい。え、これゲームオーバー？ゲームオーバーか。オッケー、でとりあえずもう一回リベンジ。なんかないかな。立っても大丈夫だよ。
微妙に見えてるもんね。動かない。お、はいですね。うん。ん？非常持ち出し袋。こっちの方が物入るんかな。定常プレイか。お、いっぱいある。ちょっと待った。その前に水濡れてるからどうにか乾かしとこう。うん、傘もらっとこうか。今はちょっと刺すのはやめとこうかな。刺せない、手錠がついてるからね。高級片手鍋、これなかなかあると助かるような気がする。結局使ってへんけどね、前回は。使ったかな？あ！あ！来たか？ん？これで完全に不計算になった感じやね。おお、これで、ちょっと一回火当たっとこう。これで、あ、お疲れ様ですっていう感じでいけんのかな？間違えた。こっちもなんか入れる？ほう。おトイレ？男子用ね。え、入れる。女性やのに。まあいいか。ん？なんか誰かの足音聞こえるな。左から聞こえる。こっちが女性用やね。アワートイレットやね。え、なんかちょっと聞こえるんやけどな。あ、これトイレだけか。あ、外歩いてんのか。あ、もう逃げられんぞ。あ、あ、お、おー、喋りかけへんかったら普通に素通りできたんかな。もしかすると、そう、さっきのところやけど、このサクッといけそうやな。お、いない。ついたコンパス。あ、手術メイト2のこうタイトルにふさわしいコンパス。おーい、やってしまった。あ、赤が爆発する。
おお、めちゃくちゃだったな。無反応。あ、反応した。マジで落ちた。おーい、どう、こっちかな。救急セット。ちょ、こっち行けそうか？凶悪犯が脱走した。至急応援頼む。凶悪犯が脱走した。この人すごい怪しいけど、あ、とりあえず抜けたね。アイテム拾い忘れはあったっぽいけども、見えてたところでもあったしね。スリザワク、こけたんじゃない？くれてるよ。ここまでくれば。いや、怪しいと思う。水耕止めか。おお。あ。はいはいはい、ここか。番組の途中ですが、緊急放送をお送りいたします。羽城川決壊の続報です、今後もこの豪雨は続くとみられ、増水による被害の拡大が懸念されています。被害は富坂市西部を中心に広がっており、濁流による建物の倒壊が頻発しております。羽城川より西側の地域では緊急避難命令が発令され、住民の避難が始まっています。また避難中の事故により以下の方が危篤状態に置かれています。遠野真知子さん、小林明夫さん、浦沢涼子さん、片桐義恵さん、この方たちは現在椿ケアセンターにて緊急治療を受けております。次のニュースです。警察庁より市民の方へ警戒を呼びかけるお知らせが届いております。韮沢区韮沢署付近の陥没事故に乗じて殺人事件の容疑者が逃亡中とのことです。身長は160センチ、手錠をはめており、ピンクのセーターを着用。ピンクのセーターは着てない。福江さんの服。これ通り抜けられへんか。おい、佐伯優子はいたか。いえ、まだ見つかっておりません。住民の誘導もしていますので。何のんきなことを言ってるんだ。佐伯優子は兄を殺した凶悪犯だぞ。これで逃がしたりしてみろ。その時は分かってるな。
兄を殺した殺人犯を殺して当たります。殺して当たるとしての扱い、なんかこう隠されたものがあるよね。それ以上の。いやーきつい。ちょっと体が、あ、まだ大丈夫、少し。こっち戻ろうか。こういうこと？違うかな？はぁ、お前は？はぁ、もう逃げられんぞ、観念しろ。はぁ、これでいいのかな。まあ、この隙や、この隙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 、はい。いや、振り返りそう、あいつ振り返りそうやな。お、これがあのシーンか。はいはいはい。衣装もこんなん着てたな。ここで俺の自分の選択がこの物語に影響を与えてるのかな。もしかすると。ありがとうありがとう。こっちか。嫌な音がする。よしよしよし。中か。はいはいはい。ああ、こっちにつながる。食事はいいや。とりあえず、いろいろ入ってると思ったけど、ないぞ。お？そんなとこになんかあるわけちゃうな。なんか言うとこ、いらなさそうな、使わなさそうな、投入して、カップスープ入れとこうか。タートルニット。これ以上は入れられへんのか。ここら辺なんかいじられへんからね。なさそうやな。さっさっさっといってし、こっちは、こっち側は特には何もないないな。これ絶対危ない。追ってくるやろ。なんか なんか分からへんけど、何？なんかずっとコントローラー揺れてるけど何もない。こっち行けへんか。ああ、え、こっちから行ける？無理そうやな。形状、お、登れない。
登る感じじゃないよね。ちょっと疲れてるな。はい、元気。先に行くんかね、それともこっちか。あ、これはな、発見なさそうやな。なんか落ちてる。え、しとく。いらんじゃいらん。普通いらんけどね。あ、ここでムービーに入ったか。あ、入っちゃうか。あんなお店？日当たれるっていうか、あ、奥ね、奥か。ああ、ここか。向こう側ね、ガラスの向こう側は。モール。モールになってるよね。なんかいろいろ、宝石、強盗つか泥棒がね、の女の人、ま、定番のあの女の人がいたところやね。あれ結局、止めてあげるのが正解やったのかな？注意したっていう。え？はぁ、あ。上に登るのはわかる。ケイト、なんか落ちてないかな。なさそうやな。ああ。はあ。はーい。ここまで戻ってきたから。無駄に段差を登らずスッと行けるようにね、角度を決めて、あと大変な段差ね、気をつけて登ったらスッと行きました。本当はこれ引っかかるなとかじゃないんやろうけどね、さっきは余分に登ったので引っかかりましたので、すぐにどんどん上がってくるから、どこ行く？どこ行く？あれ？あれれれれ？いや、ここではないぞ。試されるな。多分揺れるんや、一回。揺れるか、波っていうか、川が強くなる。あれ？揺れない。ここまで来たから走るのはやめておきたい。OK。 あ、走れへんよ。かった。ちょっと寒くなってるね。で、使い捨て回路。あ、カッサか。ばっかやけどな。このまま多分最後まで出るんやろな。残念だね。逃げられると思ったから。あ、この声はなんでわかった。兄を殺して逃げるだけ逃げて、もし捕まったとしても裁判を受け、弁護士に刑を軽くしてもらって、今の刑法は生ぬるいたらありゃしない。
お前みたいなのがはびこるのもそのせいだ。もしかしてこの人クレイジーな人。どうして兄を殺したんだ。私が行った時に黒い服の男が部屋から出てきて、部屋に入った時にはもう兄さんは。そうね、そういえば誰が通報したんですか。善良な市民だよ。お前が凶器を捨てたのを見た人がいるのさ。裏の広場で見つかったナイフから兄の血液とお前の指紋が検出されたんだ。連行に抵抗する凶悪犯をやむを得ず射殺。よくある話だ。おお。ああ流れた。もうこれで、ああ刑事さんさよなら。刑事さん。お。ほいほいほい。被害浸水天気雨、雨量は依然として増加しており、市西部が浸水し始めております。瀬沢駅で事故があった模様です。情報が入り次第ご連絡いたしますと。引き続きね。不敬さん、怪我はない。はい、ありがとう。君、その手錠、うん、違うんです。私、犯罪者なんかじゃないんです。無実の罪で追われてるんです。ちょっと無理ありそうな。いけた。うわ、水がここまで。やばいな。市長さんか町長さんか忘れたけど、の秘書さんがね、元気あったやな。君は悪い人じゃなさそうだ。後で正直に事情を話してくれるなら、今は君を信用する。 OK。はい。おい。なんか落ちてそうやったな。まあいいか。走ったら温まるとかないかな。おい。はいはい。上に、なんかここら辺角とかにありそうやったけど、頑張ってくれ、頑張ってくれ。日はもうすぐ、一応見えたからね、あったまるところはあったはず。警察やるな。ちょっと待って、警官がいるよ。うん。とにかく今は落ち着いて話ができる場所。そうね。確か歩道橋を渡ったところに地下街の入り口があったはずだ。はいはいはい。ほら、あそこ。はあ。僕、警官と何か話をしてくるから、君はその隙に行くんだ。いいね。オッケー。あ、僕の名前は青山。青山。青山徹って言います。青山徹さん、ありがとう。佐伯優子で、佐伯優子ってさっき指名手配してるってニュースでやってた。そう。いや、私は分かってるよ。詳しい話は後だ。じゃあ行ってくるから。
はいはいはい。下なんかある？食材を持ってない。下降りたらなんか、あ、あれ、そうね、なんかないかな。普通に行ける。助かります。ありがとうナス。なんとかナスって何の習性やった？ゆるキャラかな。優秀。これ手錠やっぱり最後まで外されへんのかな。ここなら少しは落ち着いて話ができそうだね。うん、ちょっと広いな。よかったら事情を教えてくれないかな。オッケー。兄は。誰かに殺されたんです、うん、私がマンションに行った時にはもう、うん、兄は新富製薬という会社で働いていました。新富製薬、大企業だね。最近は忙しくてあまり会ってくれなかったんですけど、会社の人から連絡があって急いで兄に会いに行くように言われて、はあ、それでマンションを訪ねたんです。ちょっと怪しいな。会社の人も怪しい。会社の人も怪しい。兄さんの部屋で変わったことはなかったのかい？変わったこと？変わったこと、これね。兄の部屋から黒い服の男が出てきたんです。その男は私をなるせ。そうね、その黒い服の男が怪しい。もうそ、誰が考えてもそうやね。私が部屋にいるとなぜかすぐに警察、そうね、誰か通報した人がいるらしいんですけど、誰だろう。変わったこと？変わったこと。お風呂のお湯が出しっぱなし。いつもの兄ならそんなことするはずな。ということはお風呂のお湯、はあはあはあ、変わったこと？凶器になぜか私の指紋、うん、凶器？凶器が見つかっているのか。はい、うん、マンションの裏の広場で見つかったそうで。でも君は身に覚えがないんだよね。うん、そうね。君の話を一通り聞いたけど、普通に考えたら君が犯人としか思えないよ。え、そんな。でも僕は君を信じるよ。僕にここまで正直に話してくれたんだから、はあ、それで佐伯さん、これからどうするつ。私、無実を証明したいんです。兄を殺した犯人を見つけたいんです。そっか。それならもう一度兄さんのマンションを調べてみたらどうか。何か犯人の手がかりが見つかるかもしれない。もうそうかもね。そ、よし、じゃあ。あ、来てくれんの？ありがとう。ありがとう。ほんまに来てくれんの？なんか落ちてんな。うん？カイロ。ちょっとどっかに火があれば温まれるかな。似合うかしら。そういえばここら辺警官おった気すんねんけど。お、どこや。こっからしか抜けられへんのかな。ちょっと反対側見とこうか。
ここは抜けられへん感じやね、多分。ハンドルがないからな。あれでも、これ最初の主人公でプレイしてた時は、一人やったよな。相棒っていうか、マネージャー来てくれてへん、おらんかった気がするな。流されたんか、もしかして。なんかあるな。そっか、こっちから行けへんのか。あったまろう、あったまろう。なんかユニフォーム、衣装がないかな。バックパックの方が大きいかな。多分バックパックの方が大きいな。余裕だいぶあるはず。ここから向こうに渡れないかな。そうなの。僕が先に行って確かめてみ。大丈夫なようなら声をかけるよ。はいはい。思ったより大丈夫みたいだ。めっちゃ危ないけど、ただ彼さん気をつけて渡っておいでよ。モブってかパートナーが先に来るってことは、自分が走ったら崩れることがある。コンパスかな。クリスマスケーキコンパス。ここ入れへんのか。まあ、開けられそうにないからしょうがないな。で、ここを出たら駅のところに出てくる。駅の前のロータリーかな。違うかな。違うな。全然違うとこか。確かに警察の人うろうろしてへんかったしね。12月24日20時48分現在、芹沢区羽代川トンネル付近、市の浸水による被害は拡大中。芹沢区一帯が、はー、いける。あ、嘘だ。めっちゃ割れてる。引かれんちゃう。止まるんだ。お前流されたんちゃうんかい。いや、全然絶対止まらへん。あ、お前拳銃持ってるからな。ここで車に引っ掛けて、
られた？まったく手間を取らせやがって。今度こそあかんかな。あっ、うわまたか。いや、このパターン、いやー、嘘、長、え、これは助からんやろ。大丈夫かしら、あの刑事さん。刑事さんには気の毒だけど。さあ、お兄さんのマンションに急ごう。これ、コナンの服部の声かな。こっち、こっちか。なんかないかな。服部平次の声っぽかったな。今更気づくの今更ってなるけどね。で、羽白が飛んで、これはやばい。なんかあれやろ、ここら辺に。この、土砂降りの中なんかないかな。使い捨て回路、ケーキのコンパス、ちょっと見にくいな。ここで温まれる。兄さん、よくクレープおごってくれたっけ。いやー、悲しいなー。あ、そういえば、あー、え、牛丼とか持ち帰りとか食べる、店で食べる値段がそれもちゃうんか。10月だったから。そうかー、どっちの方がいいやろ。持ち帰り10%、8%、そんなにこう大きくは。500円やったら10円か、2%。うー、これはもらっとこう。そんなに大きくないっちゃ大きくないんやけど。ないんやけど、でもな、やっぱり。積もればね、ヤマトじゃないけど、まあ都内じゃ分からへんけど、田舎、自分のとことか働いてた、アルバイトしてたところは1時間で800円ぐらいだったかな。それがだから 2% は、500円のも、まあ、2% で、80回ね利用したら、そういう時期に行くから、まあ、10円の積もり積もったら山ってもらうっていうことやから、持ち帰り、ちょっと待って。なんかあるやろ、下に。ここ、まだ来るのは早かったはず。そうだ。どういけるやろ。プラネタリウム？じゃあ、違う。プラネタリウムじゃない。水族館？水族館のミニ、ミニ水族館的な感じかな。え？あ、割れそうやな。あ！あ？あれ？大丈夫か？大丈夫じゃなさそうやな。気を失ってるみたい。ここに放っておくれ。よし、僕が背負って連れて行く。かっこええこと言うな。ハットリページのことやな。ちょっと待って、なんか取り忘れは、あー、取得。うん、時が、
開け、開く、開く。戻ろうか。切り込みを入れるアイテムなんかないからな、ここには。いや、あるんか、あるんかもしれないね。ただ自分の手持ちではないから、とりあえず上がって、ここまで来れば大丈夫じゃん。またお兄さん気絶してんのか、大丈夫か。食事もしたいところやけどな。こっち台なんかあったか。あ、あ、誰かいる。これは宝石泥棒。ん？その髪。これは誰にも渡さないわ。私の。ったく。ああ。小ネタみたいな感じなんだね。